のみさまちゃん、みずるです。今回は知ってると得するシリーズやっていきたいと思います。もう早250時間このゲームやってしまったんですが、まだまだやれます。今ね、もっか装備をフル強化しようかなというところで、可愛い装備、かっこいい装備、使えそうな装備を、まあ、全部ね、マックスで強化していこうかななんてのをやりつつ、まだやったことないサブクエとかを探したりね、まったりまったり、配信でやったりしてます。でそんなね、配信の中で自分が見せたら、あのコメントで、え、それ知らんかったと言ってもらったものだったりとか、あと逆にね、これどうやってやるんだろうって聞いた時にリスナーさんの一人が知ってて教えてもらって、みたいなね、意外な盲点だったみたいなものとかも含めて、ご紹介していこうと思います。結構ね、発売から経ったので、ドグマガチ勢の方だったらね、知ってることも多いかもしれませんが、まだまだね、知らないよという方多いんじゃないかと思いますので、ぜひチェックしてみてください。ということで早速やっていきましょう。はい、まず一つ目ですね、アーチャーの秘技と言ってもいいんじゃないでしょうか。こちらですね、操作方法、操作ガイドに通常載ってないんだけど、とある操作ボタンを押すことによって使える技になっています。皆さん気になっているものありませんか？自分もね、かねてからずっとどうやってやるんだろうって気になっていて、まあ、結構前の配信なんですけど、ちょっと問いかけをしたらですね、リスナーさんに教えてもらった、まあ、技になっています。貫き打ちっていう技があるんですよ。構え打ち中に、RB、まあ、発射ボタンを押すとできると書いてあるけど、できなくてバグかなんかかなと思ってたんですけど、これ答えを言っちゃうとですね、 R3、まあ、R6 だねを押し込むことによって発動する技になっています。はい、貫き打ちというのがね、まあ、今見せてると思うんだけど、まあ、こういったスキル、弓が震えて結構高貫通で威力高めの弓が打てますよというものなんですけど、いや、どうやってもやり方分かんなかったんだけど、まあ、R スティックを押し込むだけというものになってました。これね、非常に強くて、まあ、ゴブリンとか3枚ぐらい並んでても抜けますし、まあ、あとは、普通に吹き飛ばし能力みたいなのがね、ちょっと乗ってる気がするんだよね。よろめきます、大型のモンスターとかに打つと。まあ、あとは結構遠くまでまっすぐ飛んで偏差打ちとかがあんまりなくなります。ただね、揺れてるので、まあ、中距離近距離ぐらいに打つのがベストかなと思うんだけど、結構使い分けとしてもね、使えたりとかするし、ゴブリンの盾なんかも貫通したりと、かなり強力な、ノーマルスキルになっています。アビリティ級にね、結構強いので、まあ、アーチャーが、強い強いと自分も思ってたんだけど、これをできることによってね、もう一段階強くなってくれるような印象になります。はい、ということで、知らなかった方結構いると思うんですが、ぜひね、アーチャー使ってる方でも、知らなかった方はね、これやってみてください。結構強いです。で、R スティック押し込みがですね、アーチャーだけかというと、これね、マジックアーチャーもできます。マジックアーチャーの場合は、後射と強射の切り替えがね、エイム中でもできるようになるので、これもね、覚えておくと非常に便利です。どっちだったっけかなって忘れた時に、確認と変更をね、兼ねて使うことができたりします。はい、続いてマップのね、まあ、お得テクというか、まあ、知っときたいことなんだけど、まずね、秘石使うと思います、皆さん。ファストトラベルでね。これ使うときに、マップの縮尺が見にくかったりして、近くに何があるのかとか、洞窟どっちに飛んだ方が近いかなとかって迷うときありませんか？これね、R スティックを縦に動かすことによって縮尺を変えれます。拡大すればここまで、しっかりと見ることができるし、広げるとね、かなりの範囲を見ることができるので、これ覚えておくとね、どこに飛んだ方が近いかとかっていうのも、すぐにね、ピンとくると思います。あとはマップで使いたいのは、もちろんマーカーの設置。5つとオープンワールドのゲームにしては少ないかなっていう感想ではあるんだけど、1個、まあ、置き換えたりとか削除したりしつつ、5箇所設定することができます。これもね、覚えておくと、未探索マップへの検討をつけるときに、つけたりとか、自分が行きたいスポット、よく行くスポットに置いとくとね、マップ上に分かりやすくなるので、これもね、使えるといいですね。あとはですね、マップ上でクエストリストが開けて、クエストの場所だったりとか、ピンポイントでどの辺のエリアで次のクエストを進行するかっていうのも、当たりをつけることができた、優先クエストを選んだりすることもできます。そしてなんといってもね、ソートができます。三角ボタンで更新順だったりとか、近く順とか、受けた順とか、結構ね、細かくソートができるので、装備のソート微妙なんだけど、ここに関してはね、めちゃめちゃ、手厚い待遇が揃ってます。あとはですね、そこまで使うことないかなと思うんだけど、検索、どこに何があるっていう検索もここで一覧として見ることができるので、序盤であればその街にね、ある施設の検索とかもできますし、あとはなんといってもこれ、強化素材の場所を選ぶことができます。自分が装備してる、強化素材、必要な素材っていうのを様式ごとに、見つけることができたりとかするので、自分は今のマックスだったんだけど、まだまだ上げてる途中という方はかなり助かる検索システムになってるかもしれません。はい、続いてもですね、便利テクなんですけど、ちょっとお店の方行きましょう。はい、ビョルン兵装やってきました。皆さん、装備をね、集め始めると、一気にね、爆買いするシーンってありませんか？
自分が欲しいものをこう1111って増やしてって、買うときに決済画面こうやっていくと思うんですが、こうやって買うと自分もしくはポーンにね、分配されてポーチ、手荷物に入るようになってると思うんですが、宿屋がある町に限ってなんですが、ボックスに直接送れます。倉庫かな、倉庫に直接送ることができます。これもね、目から鱗で全然知らなかったんですけど、まあ、ちょっとした距離なんで別に持ってってもいいんだけど、じゃあこれ買ってすぐ入れて、別に使わないから入れてすぐ探索行きたいって時とかにめちゃめちゃ楽になります。どうやってやるかっていうと、購入数変更で買いたい商品、生産する商品っていうのを並べた後にですね、ボックスマークが出てるんですよ、宿屋が近くにあるとこって。ここで1個ずつ増やしてって、でいらない方は0にします。これ手持ちに来なくなるので、ちょっとね、ずらすのが手間なんだけど、ずらしてもらって、このボックスに行くよーっていうところで1、1ずつ、まあ、欲しい数分だけ買って、戻って購入すると押すとですね、全部ボックスに入れることができます。これもね、序盤に知っとけば知っとくほど楽だし、装備コンプしたいとか、生きがいしたいって時には、すごく重宝するものになってますので、ぜひね、活用してみてください。はい、お次はですね、プラス、ちょっとお店のね、知っておくテクで、これはね、結構普及してきてると思うので、まあ、大半の人は知ってると思うんですが、ちょっとしたことをするだけでめちゃめちゃね、有用なことができるので、ちょっとご紹介しておこうと思います。好感度ってありますよね、このゲーム。お店の人の好感度もですね、上げることができて、パーセント割引が入ります。例えば、ビョルンヘイソをプレゼントしましょう。まあ、するなら花束か流血症がおすすめです。好感度を上げるマシマシの指輪使ったりとか、アビリティ使ったりするとなおいいんですが、上げてみて、今上がったかな？買うと見てみましょう。はい、5% 割引入りますね。これ最大で 10% 割引まで入ります。今ね、ちょっと指輪2個しかつけてないので、めちゃめちゃ上がったわけじゃないんですけど、この 10% ね、結構でかいんで、たくさん買うよっていうか、秘跡とかね、は、1万から9千まで下がったりするので、これぜひね、覚えておいてほしいことですね。行商人とかもそうだし、全ショッパー 10% 割引までいけます。ちょっと試しに 10% までしてみましょう。さあ、もう一度上げましょう。幻術師のスキルとか、流式者の、加護とかを、ね、入れると、なお良きなんですけど、さあ、赤くなりましたね。はい、そうすると10% 割引まで入ります。指輪2個付けぐらいだと、まあ、流血症2回上げたらね、こんな感じで、マックスになってくれるんですが、好感度上げたりとかすることによってね、商品が増えたりするところもあるので、行商人とか特にね、これ覚えておくといいんじゃないでしょうか。まあ、知らなかったよって方は、ぜひね、好感度上げてから買うようにすると、めちゃめちゃお得になります。はい、続いては、このゲームの最速の移動手段についてご紹介したいと思います。これ結構知らない人いてですね、まあ、配信でもよくやるんだけど、未だに、うわ、それマジ初めて知った、みたいな言われるんですけど、めちゃめちゃ早いのでおすすめです。以前ね、シーフで人身プラス通常攻撃をしてランプみたいな感じでね、スパスパと進んでいく方法もご紹介したんだけど、それのまあメリットは早いところなんだけど、デメリットは操作がちょっとめんどくさかったりとか、敵がいると敵に吸い付いてしまったりとか、もちろんね、秘跡があったら秘跡で飛んだ方が早いんだけど、そんなにね、数は確保できませんし、買うにもね、3日のまあリポップ再入荷の時間ってのがかかるので、まあ探索とかレベリングするんであれば、通常のね、移動手段が取れた方がいいに越したことはないわけですよ。そういう時に今回のね、ウォーリアーを使った、最速の移動手段っていうのを使うことができます。使うスキルは先進好き、カスタムスキルの先進好きを使って移動するんですが、1周目からもできます。でも2周目からカスタムスキルを強化してスタミナ消費を半減にすることによって、より遠くにね、移動することができるようになります。まあ、やっぱりスタミナのね、消費量っていうのが半分に減るのはだいぶでかいので、まあ、2周目からが本格使用はできるんですが、まあ、これ知ってね、やりたいなって方で1周目も運用することは可能になっています。まあ、アリズンとかにして先進好きだけをつけて、運用するといった形がベストかなと思っています。いや、これね、使い始めるともう戻れなくなるぐらい移動方法として最高のカスタムスキルなので、ぜひね、使ってみてください。もう通常のスキルを出して、自分が進みたい方向にスティックをね、傾けるだけで、まあ、車かのようにもう早く進んでってくれます。途中のね、NPC とか、ポーンも引けてしまうので、そういったのを引きたくない方は、しっかりと避けながら進みましょう。はい、続いてはね、ベルンワースでできる分取りを使ったですね、めちゃめちゃお得な、アイテムダッシュ方法みたいな感じかな、についてご紹介します。このベルンワースにはですね、たくさん、
いいアイテムを持ったキャラクター NPC がいます。分取り仕様で皆さん知ってると思うんですが、 NPC や敵からアイテムを奪うことができます。これを利用してですね、このレアアイテムを持った NPC から今回アイテムを取っちゃおうというのをご紹介したいと思います。具体的には装備品だったりとか、通常では入手できないアイテムをゲットすることができたりします。今回はね、2種類ですね。はい。まず一つは、この今後ろにいる宿、後ろにある宿にいる店主、シャキールからね、入手することができます。はい。こちらは、プラチナカードをゲットすることができます。ミレオコーレオみたいな、なんかあの名前全然覚えられないんだけど、エッチなお店のカード。通常だったら、そのノーマルのカードを、ビルヘルミナからもらって、それをね、使い倒していくと、プラチナカードに昇格することができます。確か4万8000円払ってね。これをなんと、このシャキールから分取りをしてしまえば、一発で入手することができます。よりね、いい待遇を受けることができるカード。こちらね、もう序盤からも入手することができます。配ってもよし、売ってもよしだね。で、さらにもう一枚、このね、ベルンワースには持ってる方がいます。はい、噴水前でよく演説をしているギルバート。こちらもプラチナカード持ってます。ぜひね、2枚盗んじゃいましょう。自分は毎週盗むのが日課になりつつありますが、はい、こいつらからぜひ盗んじゃってください。そしてもう一つ、どっちかというとこっちがね、メインでご紹介したかったんだけど、後期ディーサいますよね。こいつからね、盗むことができる、これ激レアアイテム取れちゃいます。いやー、これね、自分知らなくて、ディーサからもいいの取れますよと言って見に行ったんだけど、めっちゃかっこいいね、仮面が取れます、こちら。通常ね、ベルントからとかもらうことができる仮面とはちょっと衣装が異なってですね、非常に凝ったデザインで、赤みがかったというか、ピンクがかった感じのね、デザインがめちゃめちゃ可愛い&かっこいいです。舞踏会にもつけていけますし、ノーマル装備としてね、目を隠してちょっとしたこう、おしゃれとしても楽しむことができるものになっているので、まだゲットしたことない人はぜひゲットしてみてください。ディーサはね、実質にいる、もしくは宝物庫ら辺を歩いてるということなんだけど、実質いるのをね、狙った方が確実かなと思います。実質いる時以外探してみたんだけど、あんまり見つけられなかったので、基本的には実質にいる時をね、狙って、盗んでみてください。さあ、最後はですね、これが一番重要かつ使い道が多いものになるんですが、贋作についてです。これはね、別で一本動画上げようかとも思ってるんだけど、今回伝えたいのは素材を複製できますよっていうことですね。皆さん装備の強化をする際に、たくさん素材をね、使うと思います。魔物の素材。大型素材とか、ミノタウルスとかさ、メデューサとか、たくさんいると思うんですが、結構手に入りにくいものから、ゴブリンとかであればすぐにね、99個乾燥してしまうものあると思うんですよ。でも、手に入りにくいものであればあるほど、やはりリポップまでの時間っていうのがね、長くなってしまっています。メデューサなんかは10日近くかかりますよね。そんな中でね、こう1個ずつ2個ずつしか出ないような素材を10日をね、待ってから、さらに入手しに行くという効率のね、非常に悪い方法で集めていると結構大変だったりします。そんな時に使いたいのが今回ご紹介する贋作で素材を増やせますよっていうことですね。結構知らない方もたくさんいるみたいで、これ知らないとですね、素材の集めっていうのが非常に大変なので、序盤からね、知っておくとめちゃめちゃ便利な方法なんですが、宿場町にいる贋作屋いますよね。こちらね、かなり有能な子なんだけど、この人に、自分が増やしてほしい素材を預けることによって1日経過で素材を増やしてくれます。1個ずつしか増えないので、時間は非常にかかるはかかるんですが、10日待ってから素材を取りに行くっていうようなね、過程はなくなって、1日1個は確実に増やしてくれるので、かなり効率は良くなります。この方法知ってるとね、3段階までの強化非常に簡単になるので、自分が装備強化したいもので必要な素材をね、しっかりとピックアップして、贋作屋で増やしていくという方法ね、ぜひやってみてください。自分もね、これ知ってからはもうかなり、贋作で増やしてたりするんですけど、装備ね、やっぱり、素材をね、リポップさせて取り行くこともするんですけど、どうしてもね、落ちなかったりとか、効率は、贋作に比べて悪いので、すぐに上げちゃいたいとか、もうお気に入りの装備でね、これだけ上げちゃいたいというものは、この贋作で増やすのもありかなと思います。ぜひね、やってみてください。はい、ということで今回はね、知ってると役に立つことということでご紹介してきました。250時間くらいやってね、結構後から気づいたこともあったんですけど、これ序盤から知ってるとね、どれも役に立つことばかりなので、ぜひやってみてください。特に素材の贋作とかは装備強化にね、かなり関わってくるので、探索がてら集めるのも楽しいんだけど、時にはね、こういった贋作でちょっと初等化してみるのもね、効率プレイいいんじゃないでしょうか。ということで参考になったらぜひ高評価よろしくお願いします。またね、おもろいこととか
かトピックあったらご紹介していきますのでよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございます。バイバイ。